日本航空の企業年金問題で現役社員の3分の2以上が削減に同意しました。退職者への同意への努力は続いていますが、前原国土交通大臣は年金削減への意思が再建計画に反映されるべきだと述べました。会社が努力をされて、また OB や現職の方々も自らの会社というものの存続あるいは再生というものを果たすためにご努力をされているということについては心から敬意を表するとともに、再生計画にはそれが反映されるべきだと。また前原大臣は、法的整理ありき私的整理ありきではない、飛び続けながら再生を目指すとする考えを改めて示しました。年金削減では現役社員1万5742人のうち1万694人が同意しました。およそ8800人の退職者については現時点で3000人にとどまっています。日興は回答期限の12日までに役員自らが電話をするなどして理解を求める努力を続けています。